してくれよ。え、なんか怪しいな。え、これやばない？横から見ればきっといろいろなところが見えるに違いない。横から軽さおっぱい派なんですよ、お尻より。ごめんなさい、ちょっと一個も話が頭に入んないで、あの軽さおっぱい好きなんですよ。女性の向上が、ちょっとこれ邪魔なんだけど、この文字が、この文字って消せねえの？消せるぞ。え、バーって消すぞ。右クリック。あー！結果、なんかちょっと急に服を脱いだら、あ、キロネ先輩にも見えてきたぞ。うわー、キロネ先輩こんな感じで迎えてくれそうだもん。うわー、しかもなんかこう言っちゃなんだが、ふぶき先輩よりもちょっと罪悪感が少ない。お出迎えをいたします。え、やり直す？いやいや、やり直しかい。ご飯？お風呂？それとも、わ、た、し？選べんの？ちょっと待って、どうする？ねえ、どうする？ちょっと選べるぞ。ちょ待って、アンケート取っていい？アンケート取っていい？アンケート取っていい？つくよめ83% だよな。ねえ、そうだよね。だってさ、僕たちさ、もう2時間近くさ、ずっとエッチなことなかったんだよ。エロゲーありますっつってエッチなことなかったんだ。もういい、もう終了する。もう終了。アンケートありがとうございます皆さん。ちょっと待って、つくよみ、つく読みようなんてスパッと言えるような動機はなかった。ひよってんじゃねえよ。イライラしてきちゃってごめんだ。確実に遂行してみせます。この隙間がいいよね。これ、ここのこの隙間さ、おっぱいが大きくなければ生まれないからな、この隙間。だから、あるからなしが生まれてるんだよ。哲学やで、これは。セントラル AI は